はい、開いた、OK。こんばんは、天達寿司、長渕とね。今日が11時の13分 ?15 分 ?15 分 ?11 時の15分。ね、もう時間も押してございましてね、近所迷惑ということでね、あったんだけど、今日が土曜日、ね、お仕事の方は頑張ってきたか、暑い中ね、ご苦労さんでございます。何TikTok の方からですか、ありがとうないところでね、今日もほんまたくさんの方からの祝いのメッセージ、コメントをたくさんないろいろといただいたりなんかしてなんかしましてね、ありがとう。そして忘れた、土曜日、お休みの方は充実を高められましたでしょうかということでね、そして、この時間帯お仕事中の方もラストまで頑張ってほしいなということでね、暑かったけど忘れた、もう今日だから朝からもうそのことで頭いっぱい、正直やし、なっちゃうでね、うちの娘やけども、朝に、明け方か、4時やったかな、に、4時ちょうどちゃいますよ、もう今、時間をちょっと忘れてんねんけど、赤ちゃん、女の子生まれたのでね、大きにありがとうございましたということで、ね、2880ですか、1880ね、いうところでありがたいなというところでね、すべての皆さんに感謝はして、嬉しさとほっとしたというのがね、正直な気持ちでございまして、僕は4人のね、ひよこがおると、孫ができたという形でね、ありがたい、女の子、男の子でね、2人いうことね、ありがたい。ほんまこれ大丈夫かもでね、正直な人だから、蓮とか夕日とか、カノアちゃん、カノアとかね、誰、メイちゃんね、どんな字はまだ決まってへんとったけどね、めいちゃんっていうね、めいめい泣くからか思ったんやけど、あんまりいらんこと言って怒られたらあかんけどね、そういう形で、生まれて嬉しかったなという形でね、だから直接ね、そうやってこうほら連とかじいじい言われたら何ってなるけど、なんかそう直接言われへんとおらへんかったら、そうなんか入ってきてないからな、どうしてもこうじいじいなんやいうね形が、これからはもうそれでいこうということでね、どれでいくか分からへんけど、まあそのあたりで忘れた、他にね、今日何しとったかな、朝ちょっとブラッと行きまして、それがもう朝一発目に飛び込んできとったんで、もう頭の中そのままいうかね、それだけというか、いろんなこともありまして、昨日だからちょっと帰ってきてね、ちっちゃい花壇に水やっとったんです、熱いやん、でこうやっとったらなんかピョンと動いた、ピョンと動いてパッと見たらカエル、ほんでちっちゃいカエルがおったんです、カエルが当時ね、それこそ20年前ぐらいかな、2歳ぐらい3歳ぐらいの時になっちゃうが、ね、でうちの母ちゃんとそのカエルがね、夏だったら来ますやん、なんか田んぼちょっと離れてんねんけど、田んぼからおたまじゃくし、どこにおんねん思っとったけどね、なんか聞いたらそういうふうな話もあったんで、そんなとこからと思ってね、はるばる来ていただいてんのかな思って、ちっちゃいこんなカエルですよ、石みたいな色してるやつな、ちょっと黒っぽいやつでも熱いやろういうことでね、昨日おったから、その20年前ぐらいのやつがぶわっとこう帰ってきたんですよ、でうわなんかそれ見た時にね、カエルを、お母ちゃんとおなっちゃんとのこのね、カエルこう追っかけたりどの子の言うね、あれが浮かんできたから、帰ってきた、これすごい何やろなと思って、ちょっと自分の世界にね、タイムスリップして入っとったんです、こうバーッとそこら水まきながら、で今日のそれですやんの、怖いな思ってね、俺母ちゃんやってくれるやん思って、なんとか、無事にね、守っていただいたんだなっていうところで、でなっちゃんのあれではLINE来たんですけどね、まあ、病院まで1週間病院のね、もう1日かなんか伸びたら、もう切らなあかんね、手を切開だということだったらしいんですけどね、なんとか今日行けたっていうところでね、ありがたいなのでね、ほんまに、じいちゃんばあちゃん父ちゃん母ちゃん、全ての皆さん、そして、関係者の皆さん、
に感謝しているという形、ね、だからもう労働成分10億円に当たったよりまだ嬉しい感じ正直やし、ね、まあまあまあそのあたりもあって、今日はだからジャカジャカどころじゃない、もう頭そのことしか考えてないんで、結構単純なんで、まあ、X でもねいろいろとこう紹介したり、さすがになっちゃんをね、本人の許可なしにねいろんなもん貼り付けたりできへんからいうところでね、まあ僕の中では自慢の娘なんだけどね、だからもうまあ僕に似てるからなあんまりいらんこと言うと怒られ、また怒られたらあかんかな、ちゃうわ言われたらね怖いから、それぐらいにしかできへんけども、まあまあまあいろいろね、ちっちゃい時から買い物行っとったらあれどこララポートで西宮 あのスカウトされたりして、2歳ぐらいかな、ね、神戸の方のプロダクションね、入って子役いうんかな、子供のねこういろいろプロモーションとか作りましたやん、写真とどの子のね、で早いことCM 使えやと思っとったんですね僕は。そうこうしてる間にその事務所プロダクション潰れてもうてね、怖いな思ってね、そういうやし大丈夫か思ってね、まあ、そうこうしてる間にまた小学校6年ぐらいかな、中学校ぐらいちょっと定かではないんだけれども、もう一回またそういうスカウトがね、なんちゃんはだからでもモデルでちょっとやって、なんちゃんこうねいろいろ撮影してやって、まあ貴重なやつも僕はたくさんあるんだけど、それももう皆さんにできたら見てもらいたいんやけど、やっぱ怒られるかな、勝手にしたら許可も持てないからいうところでね、YouTube はやってませんけど、なっちゃんは内緒言うたらええんか分からんけど TikTok やってるからもうフォロワーなんかもうとんでもない、もうね僕でも1000人今超えてるやないですか、もうそんなもん1000人どころちゃうか正直な話ね、だからもうほんまにあやかりたいなという形ね、いうところで忘れた、今日だからジャカジャカちゃんが用意してるのに2曲用意したからカラオケで行こう思って、これ久しぶりが店をね正直な話で他にあったけど忘れた、今日もちょっとレオはここでスペシャルの何でした焼肉丼完食、まあ、X で紹介してたでしょ、ピカピカなっとったでしょ皿、ご飯粒も残ってなかったじゃないですか、だから特製スープもかけてますねんけど、だから喋られへんねんけどね正直だし、リーちゃんも今後ろハウス入りましたけど喋られへんねんけども、もう分かりません正直なし、うまいかうまないかうまいんだわみたいなね、だからうまないんだわやったら残ってるやん正直なしね、だから腹減ってるから食ったんじゃなくて美味しいからねいうふうに思って、毎週やらさせていただいてるねやっぱ愛情込めてやってるから正直なしで忘れた、まあ、りーちゃんのお手手のね後ろの後ろ足の毛がねちょっとちょろちょろ生えてきたりとかね、これも嬉しい悲鳴だなっつうところでね、だからこう8月ラストまでと9月1ヶ月勝負かけていこう思ってね、だからなんかちょっと自信でね南海トラフトちょっと嫌だなっていう雰囲気の中でねこの1週間気をつけようということで、言われてございますが、これなかなかこのハッピーなニュースというかさ出来事というかこれもありがたいな思ってね、だからこれをこのハッピーを皆さんにねもう届けるという気持ち形 ねハッピーはハッピーで、行こうやないかっていうところでね今日もやらさせていただきたいな、だから行くよ、はい、今日カラオケやからどうなるか分かんない、どうなるか分かりませんね、どうなるか分からへんねんけども頑張りたいという形ね、心込めていきますから皆さんにも愛をね、そして、頑張ったうちの僕の愛すべき娘、なっちゃんに、届けという形でね行かさせてもらいたいなというところでね、そして、めいちゃんかな、めいちゃんも聞いとってよっていうところでね、じじいあるから何分10分べしゃりすぎな、このべしゃりすぎるのまだ問題やこれ、正直だし
だけどこれあのよし行くぞやからね、よし行くぞさん行くから俺これなかなかないで、こんなアマチュアはこれってなかなかないですよ。行くよ、入りますよ。入った、入ったね、オッケー、入った。Oh,
なっちゃんおめでとう勝手にね無茶苦茶なことをしてやらさせていただいてございますけどもね、まあまあまあ、まあ、それも一つのもんやから、ね、これも生きてる証拠、ね、正直だしこれも一生残るから正直だしこれめいちゃん大きなったら見るかも分かれへん男してねこれ誰やこれでねそうです私が変なおじさんでございましてね、天ヶ谷剛長渕ねとことんやらにゃいかんときはやらにゃいかんというのをね、皆さんの幸せと健康を祈ってやりますね。もう一個行こう。これ正直近所迷惑やけど、今日はなっちゃんに免じてもうええやろういうことで、まあ、ええやろういうこともないんやろうけど。まあまあまあそうだね、やるだけやらさせていただいてね、それで、いかがなもんかなという形。行こう、せっかくだからもう行こう。ポンポンで行くよ。時間ちょっと遅いんでね、明日またもうちょっと、明日もうちょっと早くしたい。なんかレオに言ってくださいよ。はっきり言うけどレオのせいやから。行くよ。大空と広い大地のその中でいつの日か幸せを自分の腕で掴むよ歩き出そう明日の日に振り返るにはまだ若い吹きすさぶ北風に飛ばされるよ飛ばるよ越えた両手に生きろ吹きかけて縛れた体を温めて明日生きることが辛いとか苦しいだとか言う前に野に育つ花ならば力の限り生きてやれ凍えた両手に息を吹きかけて縛れた体を温めて生きることが辛いとか苦しいだとか言う前に野に育つ花ならば力の限り生きてやれ両手に息を吹きかけて縛れた体を温めて果てしない大空と広い大地
でいつもか幸せを自分の腕で掴むよ、自分の腕で掴むよ。大喜利ありがとうね。また明日ちょっとなんかじゃがじゃがですけども、早い段階早いペースでねやらさせていただけたらいいなっていうところでね、行きましょう。昨日もそういう、今日もそういう、明日もそういう、じゃ具合悪いかなっていうところでね、何分、20分、21分ということはもう一個行こうか。近所迷惑誘導だけじゃないますな。でね、そのあたりやっぱハッピーやから、
背の座りが悪いと書いて息の悪いの酒を垂らせばあんたが俺の骨に染みる。ああ幸せは友よの声、お前はどこへ飛んでいく。ああ幸せは友よ、ほら顔出していて、幸せは友よの声、お前はどこへ飛んでいく。幸せは友よ、センキューありがとうね。今日はここまで、また明日ばあよろしくお願いばいたします。今からすぐに飛ばさせていただきます。何分28分。大喜利ありがとう、バイバイ。すべての皆さん感謝しています、ありがとう。幸せを届け、バイバイ、おやすみ、夢見てね、夢で会いましょう。